皆様こんにちは。おかわりありませんか？もう12月。コロナに自由で安心な生活を奪われた厳しい一年でしたね。そんな中、ほっこりする言葉を見つけました。丸い心で、まん丸の笑顔で、今日も一日。皆様の新しい年が、まん丸の笑顔いっぱいの年になりますように。それでは、今月も声の広報、時川をお届けします。この声の広報、時川は、時川町社会福祉協議会のご協力を得て、私たち朗読ボランティア、時川が制作したものです。また、朗読ボランティア、時川では、このほか、目の不自由な方、視覚障害者や高齢者の皆様を対象に、希望される本を朗読する対面朗読を行うこともあります。お申し込み、お問い合わせは、時川町社会福祉協議会までお願いします。広報時川2021年12月号、ナンバー189、11月26日発行。今月の担当者は、川端、八木原、小野田、牛久、小池、岡野。録音、編集は、畑です。表紙の写真の説明をします。表表紙は、保育園のさつまいも収穫体験で、たくさんのさつまいもの収穫に、笑顔いっぱいの園児の写真。裏表紙は、時川町、統一防災訓練、停電訓練の様子をイメージしたランプの下での生活の様子の写真です。写真の説明を終わります。2ページ、季節の便り、187。つる性でも、そばでもないのに、奇妙な名前を背負わされた植物、姫つるそば。昨年からの新型コロナを引きずるように、令和3年の年明けからこれに明け暮れました。まず、マスクは必ず着用すること。集団での行動や夜遅くの外出はダメ。各種の国際大会にも制限が加えられ、いじめ抜かれたような年であったが、ここまで来て、さて、新しい年はどうか、など、全く見当がつかないような年の暮れです。せめて新しい年明けには耐えてきた一年が少しでも価値のあるものになっていてくれたら我慢をしてきた甲斐があるように思うのだけれど。こんな時期、植物の世界はというと、彼らは彼らなりに精一杯生きようとしている様子を認めることができるように思います。そこで今月は、多くの植物は冬枯れで姿を消していく中にあって、この時とばかりに開花をし、年越しをし、春から夏にかけての植物の世界を牛耳ろうとでもするかのような植物、姫つるそばについて書いてみたいと思います。姫つるそばは、タデ科の奇花植物で、明治時代に観賞用として、香塚によってヒマラヤ山脈から日本に持ってこられたもので、それがいつの間にか雑草化して奇花植物に変身してしまい、今では秋から翌年の夏にかけて丸いピンクの穂の形の花をやや乾燥した地面いっぱいに広げているのを時々目にするまでになっています。姫とは花のイメージからついたようで、つるとは生態がつるでもないのに地面に広がる様子がつる草を連想させるような繁殖の仕方をしているからと、そばとはそばに似たような葉と花のつき方をしていると考えて、このような不思議な名前をつけたのではないかと思います。命名した植物研究者はよほど考えた末の命名だったのではないかと、感心させられます。タデ科の植物を調べてみると、この仲間には
いかに多くの種があるかを知ることができます。そのいくつかを挙げてみると、庭柳、犬タデ、桜タデ、ボントクタデ、ママコの尻ぬぐい、ウナギズル、イタドリ、水引きなどがあります。それらは生活との関わりの中で摘み草として利用されたり、子どもの頃のままごと遊びの道具にされたり、美しい花を咲かせて見せてくれたり、薬草として利用されたりしているなど、さまざまなものがあります。花の少ない時期の植物観察の種の一つになってもいるようです。令和3年も残り1ヶ月になりました。種々の行事が悲惨な状態に追いやられた年でしたが、来る年には早い機会に新型のコロナから脱して、正常な生活や活動が復活できるようになってほしいものです。姫つるそばの写真が掲載されています。写真と文、小林和人さん、本郷地内。3ページ、12月の広報カレンダーを読みます。重なるところは省きます。各施設の休館日をお知らせします。時川公民館、玉川公民館は6日。文化センター、アスピア玉川は毎週月曜。玉川トレーニングセンターは6日。生き生き活動センターは13日。体育センター、せせらぎホールは27日。なお、広報時川の発行日は24日です。役場業務は29日から休業です。今年度中止決定イベント、時川町駅伝競争大会。お知らせ、12月28日火曜と1月4日火曜の窓口業務、時間延長は実施しません。目次4ページから7ページ特集、8ページから14ページ町より便り、15ページグラフ時川、16ページから25ページインフォメーション暮らしの情報。特集、時川町統一防災訓練、やってみた皆様の声。町では令和元年度から9月第1日曜日に防災意識の向上、自助・共助の充実と強化を目的に防災訓練を行っています。今年度は新型コロナウイルス感染対策を考慮し、各家庭での停電想定訓練を9月5日日曜に実施しました。広報9月号で訓練についてアンケートをお願いしたところ、51名の方にご回答いただき、取りまとめましたのでご報告します。アンケート1、実施した訓練内容は何ですか？複数回答可能。我が家の防災緊急情報メモの記入 17%、 我が家の安全対策非常時持ち出し品備蓄品の確認 26%、 在宅避難か知人宅避難か避難所へ避難かの検討 16%、 備蓄食料で夕ご飯 15%、 停電を想定したトイレやお風呂での行動確認 19%、 その他 7%。 アンケート2、今回の停電訓練を通して災害への関心が高まりましたか？高まった19人、やや高まった27人、変わらない4人、その他1人。アンケート3、今後災害に備えて準備したいと思ったものはありますか？非常食、飲料水、懐中電灯、電池、ラジオ、携帯トイレ、ポータブル電源、発電機、ガソリンなど。アンケートに
多くの方のご協力をいただき、ありがとうございました。町では、避難所の3密を回避するため、令和2年度に、段ボールベッド、プライベートルーム、三つ折り畳などを購入しました。町民の皆様も、災害に備えて、ご家庭での備蓄品の確認をお願いします。段ボールベッド、プライベートルーム、三つ折り畳の写真が掲載されています。今回の時川町統一防災訓練を通じてのご意見。備えあれば憂いなしの言葉を時々耳にするが、通常なかなか実践が難しい。今回の統一防災訓練により、家庭及び一人一人の防災に対するモチベーションと意識の向上が図れた。明るい電気の下で生活できることのありがたさを改めて感じました。とともに、被災地の人々のことが心に残りました。家族で防災について話す機会ができてよかった。ご意見と町の回答。最近の住宅は密閉度がいいため、外部からの音が聞こえづらい。町では防災無線のほかに、登録制メールの配信、防災行政無線、テレフォンサービスを行っていますので、ご利用ください。また、気象庁などからも情報発信があります。日頃からご自身で情報収集する習慣を身につけるようお願いします。隣組を中心に近所を見て回ったが、消灯している家はほとんどなく、意識の低さを感じた。何度か繰り返して行うべき。令和3年7月3日、静岡県熱海市で強い雨や崩れやすい地質などが原因で土石流が発生し、大きな被害をもたらしました。当町では面積の約7割を山林が占め、土砂災害警戒区域を多く抱えるため、同様の被害が発生することが考えられます。毎年防災訓練を行うことで、防災意識の向上を図りたいと考えています。前日か当日の朝に、防災行政無線やメールで訓練実施の周知が必要だったのではないか。ホームページのトップにも情報がなかったので分かりにくかった。周知不足という意見を多数いただきました。広報8月号、時川町ホームページで周知させていただきましたが、防災無線、登録制メール、全戸配布等、その他の方法での周知も今後検討していきます。皆様のご意見をもとに改善し、防災意識を高められる訓練を実施していきます。今後ともご理解、ご協力をお願いします。豆知識。4月にハザードマップを新しくしました。6月に避難所開設方法を変更しました。問い合わせ、総務課、電話 65-0401。ここまでの担当は川端でした。私もあなたもみんなそれぞれ。LGBT という言葉聞いたことがありますか？誰にでも当てはまる性の多様性を知ろう。LGBT、L、レズビアン。性自認が女性で女性が恋愛対象になる女性同性愛者。G、ゲイ。性自認が男性で男性が恋愛対象になる男性同性愛者。B、バイセクシャル。女性も男性も両方恋愛対象になる両性愛者。T、トランスジェンダー。生まれた時の性別と自認する性別が一致しない人。LGBT とは、これらのアルファベットの頭文字を取ったものです。
他にも、Q、クエスチョニング、セクシュアリティを決められない、わからない、決めないなどの人、A、アセクシャル、無性愛者などの方もおり、人口の約 5% から 10% が LGBT であるとの調査結果もあります。これは左利きの人とほぼ同じ割合とも言われています。LGBT の方は誤った認識や無関心による偏見にさらされやすいことが多いため、悩みを抱える場合も多くあります。信頼した方に勇気を出して伝えたのに、それを同意なく言いふらされる、アウティングということもあり、中には自殺につながってしまう場合もあります。皆様の中にも性的指向、セクシュアルオリエンテーションや性自認、ジェンダーアイデンティティ、合わせて SOGI などが他者と違うことに悩み、生きづらい、働きづらいと感じることのある方もいると思います。しかし、SOGI はどんな人にでも当てはまることで、誰にでも関わりのある大切な性のあり方です。自分自身の SOGI を大切にし、ありのままでいいのです。他者の SOGI を尊重し、みんなの個性を生かし合える社会、多様性を認め合える社会にしていきましょう。ときがわ町では、多様性を認め合える社会の一翼を担うため、パートナーシップの宣誓制度制定の準備を進めています。問い合わせ、総務課、電話 65-0401。大河ドラマ、鎌倉殿の13人。引き旧市町村推進協議会。引きの歴史丸分かり。旧市町村広報リレー。小川町版。引き一族と鎌倉殿の13人。源頼朝は13歳の時、平治の乱で父、義朝が敗れ、伊豆の昼ヶ小島に流罪となりました。厳しい生活を送る頼朝に、乳母で養育係だった比企前二は、比企の力、比企義和と共に、平家の咎めを恐れず、20年間にわたって支援を続けました。この恩に頼朝は、鎌倉に幕府を開くと、比企一族に、現在の比企谷と妙本寺周辺に、広大な土地と屋敷を与えました。比企一族と将軍との間に姻戚関係が深まり、幕府の重責を担うようになると、幕府の実権を睨う北条時政にとって重大な懸念材料となりました。頼朝が落馬事故で死亡し、頼家が二代将軍になると、その実権を取り上げ、13人の有力御家人による合議体制を一方的に決定、鎌倉殿の13人の誕生です。鎌倉と小川を結んだ泉岳、泉岳立志とは、鎌倉時代の僧侶で、13歳から鎌倉の新釈迦堂などで修行しながら、万葉歌の研究に一生を打ち込みました。64歳で難しい七単文字や、万葉仮名のため、全く読めなかった152首を含め、4500首以上の歌をすべて読み、万葉集を完成させた人物です。泉岳立志と小川町。万葉集完成後、泉岳立志の研究地が小川町に移ります。難解な万葉集を後世に託すには、解説書が重要であるとして、編纂に取り掛かり、日本初の万葉集注釈を小川町で完成させました。万葉集注釈書奥書に、文永6年1269年3月2日に、摩周号で書写したと泉岳が書き残しています。
小川町が万葉集のゆかりの地であることを物語っており、業績を称える4メートルを超える泉岳立志顕彰碑が中城跡に立つゆえんです。比企一族の滅亡と泉岳。比企能員も13人の一人です。しかし実権を握ったのは北条時政、政子です。ここから陰謀と抗争、暗殺が始まり、比企一族が悲運に見舞われました。時政は薬種如来の楽計法要と偽って、能員を私邸に呼び出し暗殺。さらに大軍で比企の館を襲い、一族を滅亡させました。これが比企の乱です。この年、泉岳が日立の国、茨城県で生まれており、比企一族と深い関わりのある人物と伝わります。鎌倉、妙本寺総門。妙本寺境内に比企一族が眠る墓域。小川町の泉岳立志遺跡碑の3枚の写真が掲載されています。1月は比企一族の菩提寺、金剛寺のある川島町です。問い合わせ、小川町にぎわい創出課、観光地域 PR 担当、電話 72-1221。連載、小倉城跡の歩き方第3回。見どころに、切通し。低山ハイキングにもおすすめの小倉城跡を訪れた際に、城好きのマニアでないと見落としてしまう見どころを紹介する小倉城の歩き方の第3回は、見どころの2番目、切通しです。詳しい場所は広報10月号の記事で確認してください。曲輪1と曲輪3との間の岩盤が高さ約3メートル、幅約5メートルに切り通されており、曲輪3上部には当時曲輪1と曲輪3を行き来するための橋が架けられていたと思われる橋の台の石積みが残っています。この切り通しの目的は小倉城の中心である曲輪1への侵入を防ぐことにあったと考えられています。曲輪山のある東側の尾根伝いに敵の侵入があっても、切通しの上に架けられた橋を落としてしまえば、広い空間に阻まれてしまい、曲輪1への侵入はとても困難であったでしょう。切通しの中に立ち、両側面を見ると、背丈を超える大きさの岩盤が見て取れます。当時、これだけの岩盤を人力で切り崩していくのはとても大変なことだったと思います。ここから出た多くの石材は果たしてどこに行ってしまったのでしょうか。切通しを北側から撮影した曲輪3と曲輪1の写真が掲載されています。交通案内、自家用車、県道時川熊谷線の田黒交差点から約 1.5km、大福寺前駐車場をご利用ください。路線バス、都02系統、十王道前経由、武蔵嵐山駅西口行き、田黒バス停、下車徒歩約 1.5km。乗り合いタクシー、共通、乗降所、小倉城跡入り口、または田黒比叡神社、下車すぐ。問い合わせ、障害学習課、電話 65-2656。マイナポイントがもらえるのは、令和3年12月31日まで。マイナポイントの申請の対象者は、令和3年4月30日までに、マイナンバーカードを申請した人になります。マイナポイントは、対象のキャッシュレス決済サービスに、2万円分のお買い物やチャージをすると最大5000円相当額 25% 分が還元されます。本庁舎2階の企画財政課にてマイナポイント申請のサポートをさせていただきます。マイナポイントの還元先のキャッシュレス決済サービスを選択してください。
申請はスムーズにいけば約15分で完了します。事前に連絡いただければよりスムーズにお手続きができます。マイナンバーカードを申請されたまま受け取りに来られていない方へ、マイナポイントの申請の対象者である可能性があります。 1. マイナンバーカード交付通知書、電子証明書発行通知書。 2. 本人確認書類。 3. 通知カードをお持ちの上で、ご本人が町民課までお越しください。以上の書類いずれかをお持ちでないなどご不明点がございましたら、町民課までお問い合わせください。お問い合わせ、マイナンバーカードの申請・交付に関すること、町民課電話 65-0812、マイナポイントの利用・申請に関すること、企画財政課 65-0404、会長時間は平日8時30分から17時15分まで、ただし、平日火曜日の町民課は19時までです。ここまでの担当は八木原でした。勝野光助財団、令和4年奨学金及び助成金のお知らせ。一般財団法人勝野光助財団では、今年に引き続き来年も時川町在住の高校生を対象に奨学金を支給します。また、時川町で活動している団体、グループに対し、必要な資金の一部を助成します。メールまたは電話でお気軽にお問い合わせください。ホームページもご覧ください。高校生への奨学金、給付型。対象者、令和4年4月に高等学校に入学する意思を有する者。高等学校1年から2年までの在学中に、特に経済的な支援が必要となったもの。給学、普通奨学金、年額12万円。入学時特別奨学金、10万円。原則として返済の義務はありません。出願手続き、奨学生募集要項。小学生願書は教育総務課第2庁舎2階にあります。詳しくは募集要項をご覧ください。申し込み期間、令和4年1月4日火曜から1月31日月曜まで。団体・グループへの助成金。対象者、魅力あるまちづくりや子どもの健全育成、社会福祉の向上、環境保全などのために地道な活動を続けている団体及びグループ。助成額、必要な資金の一部を年額10万円を限度として助成します。出願手続き、助成金募集要項、助成金申し込み書は企画財政課本庁舎2階にあります。詳しくは募集要項をご覧ください。申し込み期間、令和4年1月4日火曜から2月28日月曜まで。問い合わせ、一般財団法人勝野光助財団。電話 03-5212-9566。 東松山斎場から、年末年始における東松山斎場業務のお知らせ。年月日、業務内容、受付区分の順に読みます。令和3年12月27日月曜、28日火曜、業務日通常。12月29日水曜、業務日最終通夜。12月30日木曜、業務日。12月31日金曜、休業日、受付のみ。29日、30日、31日、午前中は、厚生市町村のみ、
厚生市町村以外の受付予約は午後から。令和4年1月1日土曜、2日日曜、休業日。1月3日月曜、業務日、通夜開始。1月4日火曜、業務日、通夜なし。1月5日水曜、休業日、受付のみ。3日、4日、5日午前中は厚生市町村のみ。厚生市町村以外の受付予約は午後から。1月6日木曜、業務日、通常。令和4年1月1日土曜、2日日曜は予約確認もできません。火葬業務、9時30分から14時30分。火葬時間は通常1時間20分程度で終骨となります。問い合わせ、東松山斎場、電話 22-4279。119番通報がつながりにくくなります。危機広域消防本部管内の電話交換機工事のため、119番通報がつながりにくくなる時間があります。ご注意ください。日時、12月10日金曜、午前1時頃から2時頃まで。問い合わせ、危機広域消防本部指令課、電話 23-2266。令和3年4年度、時川町、入札参加資格審査、物品その他申請の追加受付を実施します。令和3年度において、時川町が発注する物品その他建設工事、設計、調査、測量、土木施設維持管理を除く全業務に係る入札参加資格審査申請の追加受付を次の通り実施します。申請受付。受付期間、令和4年1月24日月曜から1月28日金曜まで必着。受付場所、企画財政課窓口、8時30分から17時。申請書類、町ホームページ掲載データをダウンロード、または企画財政課窓口で配布。その他添付書類は、申請要領に記載する書類。提出方法、持参または郵送、書き留め。有効期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間。入札参加資格申請の有効期間は通常2年間ですが、今回は期間途中での追加受付のため、有効期間は1年間のみとなります。その他、工事など、建設工事、設計、調査、測量、土木施設維持管理に係る入札参加資格審査申請の追加受付については、次の日程で予定しています。詳しくは、埼玉県入札審査課のホームページをご覧ください。12月1日公開予定。新規申請、12月1日水曜から12月17日金曜、消印有効。追加申請、12月1日水曜から12月24日金曜、消印有効。埼玉県の共同受付窓口のみでの申請受付です。問い合わせ、企画財政課、電話 65-0404。 12月1日は世界エイズデーです。治療法の進歩により HIV、エイズは早期に発見できれば発症を抑えることができるようになりました。東松山保健所では匿名・無料・予約制で HIV 及び性感染症検査を実施しています。検査のほか、
不安、心配なことがあればお気軽にご相談ください。通常検査、日時、毎月第1月曜日、9時30分から10時30分。項目、HIV、クラミジア、梅毒、B 型、C 型肝炎。結果、翌々週の火曜日以降。即日検査、日時、毎月第3木曜日、13時から14時。項目、HIV。結果、採血後約1時間。いずれも場所は、埼玉県東松山保健所です。予約問い合わせ、東松山保健所保健予防推進担当、電話 22-0280。冬の交通事故防止運動。スローガン。人も車も自転車も安心安全埼玉県。運転者は子供、高齢者の近くを走行するときは、スピードを落とす、ゆとりを持った距離を取るなど、思いやりのある運転を心がけましょう。実施期間、12月1日水曜から14日火曜、14日間。問い合わせ、総務課、電話 65-0401。